日本フルハーフ株式会社は、神奈川県厚木市上越上野原に本社を置く物流、関連の製造事業者である。1963年に日本系金属とイスズ自動車の接班出資により、米フルハーフ社の技術を導入して設立された。現在も発行済み株式のうち66%を、日本系金属ホールディングスが残りの34%を、 イスズ自動車が保有している。このため、日本系金属ホールディングスの子会社の一つとして数えられる。アルミ板、トレーラ、ー冷凍車、特殊車両、海上コンテナ、鉄道コンテナ、航空コンテナ、プラントパッケージなどの製造、販売を行っているほか、2011年からは、海上コンテナ製造の技術と経験を活かした。 ISO コンテナデータセンターの開発を開始した。社名のフルハーフは1914年にフォードモデル T を牽引車として初めてトレーラーを作り、その後ベフルハーフ社を創業したデトロイトのカジヤオーガストフルハーフに由来する。なおベフルハーフ社は1996年に倒産したが日本フルハーフの他にもニュージーランド、フランス、 メキシコにフルハーフ名を持つ会社が現存する。日本フルハーフでは、毎年5月第3日曜日に、厚木本社工場で敷地を開放して、バラの鑑賞会を行っていて、地元はもとより遠方からも来場者が訪れる。ABCDE 日本フルハーフ株式会社第61期決算、広告 ABE 日本フルハーフ会社遠隔。2012年2月16日閲覧。 日本フルハーフ会社情報2012年2月16日閲覧日本フルハーフ ISO コンテナデータセンターを開発 ISO コンテナーデータセンター2012年2月16日閲覧バラ鑑賞会2012年2月16日閲覧ありがとうございます